あれで、通った。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画実行です。カルチャービットは始めていきましょう。今回は N1 武蔵野ホーネッツですね。終わった後、アジアチャレンジ競技バラマンティが待っています。エンディングが疲れている。ミルカイと交代。今回リマス大阪が勝ちましたからね。でもなんか順位が下がって4位になってしまった。勝ち点差なんだろうけど、危ない。出してみよう。危ない。得意取ったことによって危なかったかな。もっと得意つい耐えてしまう。さあチャンスだ。エリカ決めた。チャンスだ。ダメスなことエリカ。ちょっと角度悪かったように見えたけど、うまく曲げたシュートを打ちました。ナイスゴール。怖いですからね、相手の武蔵野ホーネッツ。8のユニフォーム、8色のユニフォーム、武蔵野ホーネッツ。海上がりません。ちょっとやっぱり防御網がまだあったから、それを一歩抜け出てやるとダメだったな。つけがうまく反応します。ね、キーパーです。これキーパーいいですよ。捉えないことが大事ですかね、サッカーは。さあここくるみが2点目決めました。まだなんと前半なんで安心はできませんが、有利になってきたんじゃないでしょうか。大体2点返さないといけないんですかね、同点最低でも。さあ前半終了です。ミオが疲れている。で後半行きましょう。さあ相手も攻撃的布陣を組むようになってきました。プッシュに強くなるのを気をつけないとね。相
相手の方が疲れ度が高いからな。さあ、栗、これ自分で持っていっていいよ。あー、なんてミスしたんだ。やばいですね。もう一気に変えちゃいましょう。さつきとクラリス。チャンス続きますね。横に流れた。ちょっと時間かかって、ナイスサイド。冷静さが光りますね。あ、際に取られてしまう。タイミングが悪いと取られちゃいますからね。逆サイド、まなみ。チャンス、決まった。エリカ出てきたな。3点目、残り20分。ですね、本当に理想的な展開ですね。まなみからエリカ。エリカ2点目です。ここで選手を2人交代してリフレッシュもできますからね。スタミナ的に圧倒的に差があります。相手は疲れて、かなり疲れてるはず。クルビが疲れてたってそんな影響ないんですよ。ディフェンダーが疲れてなかったら大丈夫。ディフェンダーまだ2ありますからね。まあ、なんとか動けるかな。あ、これはよくない。残り10分です。え、早い。危ない。オフサイドですね、その前に。今の強烈なセンタリング来ましたね。怖かった。危なかった。リスから4点の決定的完勝ですね。これほど気持ちの良い点数、大リードはあるでしょうか。いや、ないということで、決めたのはエリカ。ヘッドトリックですね、エリカ。見事です。緑の穴をきっちり埋めてくれます。返された。まあ、いいやですよ、けどね。これ時給が出てしまいます。しかしもう時間はもうないですね。気持ちの良い対象、しかもいいか、ヒットトリック。最後覗いたらよく、いい具合にゲームメイクできたんじゃないかなと思います。チャンスも多かったですよね。やっぱ膠着状態で続きます。相手の方もむしろ知ってたくないですね。さあ、送金庫が敗れたのは前半22分。7個がちょっと角度的にどうかなと思ったけど、エリカのこの曲がるシュート見事でした。チャンスをしていますしていますが、前半40分、ドッテパス7個、見事にしっかり決めていきます。さあ、後半に入ります。2点リードですね。これ決めてほしかった。ほぼ1対1だったんですけどね。冷静さを感じ
しようと。後半24分タイリカハミドクロスも高速ですよね。すごくこれアリスがうまく中央でエリカ抜けて、エリカハットトリックです。終了直前はギアに君とやられましたが、もちろん得失点は遅しですからね。そう、直後に試合終了ということで、ボール支配率は 50% ですが、シュート7本、国内が5本ということで、エリカハットトリック、これも意外といただいてるんですよね。対象です。あっと、彩香が怪我、アジアチャイニーズトーフに向けて彩香がやってしまった。これで2位に浮上、筑波長浜引き分けだったんですね。ついに連勝は止まってないけど全勝はなくなった。4点差に縮まって、まだ首位のチャンスがあります。した時はどうしようかと思ったけど、まあチャンスありますね。とにかく強いチームだからな。潮かみんな疲れてないんで、そのまま出てくることが予想されますね。ただ爆弾に負けちゃったんだ。爆弾は強いチームですからね。もちろんバラバンティもここで負けたらもう終了ですから、シュートってくるでしょうかね。6本、ミドルが5本、エリカが4本、そうするクラリスが5本か、マドカさん、ここでですね、スタメンをちょっと変えましょう。彩香が疲れちゃってるんで、人気だな、人気チェンジ、彩香にはきっちり休んでもらいましょう。メンバーとなっています。まだまだ B とかが多くて S は少ないですからね。時間的には全然カオマンガイだったかなと比べて見劣るわけですが、なんとかチームの力で乗り切って連勝を上げていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければまだお方チャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。概要欄に表示されているプレイリスト、ブログ、ツイッターもぜひご覧ください。でツイッター今の方フォローお願いいたします。ということで、エリカが大活躍をした、カルチョビットアーデスをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。